はいどうも、おはようございます。素晴らしいロケーションじゃないですか。はい、すがすがしい朝を迎えました。地平線が見えるんですよ。す東京小平市花子金井が一番近い。そうというわけで、東京は、花子金井にありますルーダスさんの駐車場の屋上に、駐車場屋上にやってまいりました。前回あのスロー力をちょっとね見せるということで動きましたが、終盤僕もようやくちょっと見せられたかなっていうのはあったんですけど、ね、まだあんなもんじゃない。いつまでかかるんですかね、伝えるに。わからないですけど、それが伝わるまで要するに勝てば伝わるってことでしょ。そんなもんじゃない。あ、そう。もっとなんかもう勝ち方にもこだわりがある。そう見せる勝ち方、ドーン、ドドーン、ドスーンみたいな抽象的ですね、相変わらず。もう今日なんかもう雲一つない絶好のパチスロ日和ですから。ね、そうですね。ノリノリですよ、もう気分は雨の日あんま嫌ですもんね。隣の人の傘とかこうピチャッとかなるの、あんま気にならないですね。隣またあのそういうマナーの話になるのと長くなるんで。ならない。それはまあ別の機会で。隣の人の傘がこうピチャッとなるのは全然、まあ、実践番組ですんでね、これはね。実践番組、ガチの立ち回り番組でしょ。わからない。ちなみに今日さ、なんかあるの、何打つとか。完全今もう忍び魂だけでも、忍び魂はね本当にもうあの外してください全然勝てないね。でも打っちゃう。いや今日ももう間違いなく忍び魂を打つわけですけど。え、台数少ないよね。5台かな。だからちょっと、まあ、並ばない僕らにとってはものすごい半年でキャップの。今まだ並べるんじゃないの。9時20分って。9時20分の、いや9時半じゃないの、違う、9時。いやわかんない、知らないです。いやネットで調べてない。そういうのは調べない。あ、何がに決めた。これにしよう。でもな、いや、さっきういちくんが一瞬取りそうになった台にしてみます。なんかありそうな気がする。鬼浜に座ります。としてはもうなくてもないならないでいいんですけど、どう思います、どう思います、ないと思いませんか。下ラメ竜
大当たり。七名竜からの七は関係あるんでしたっけ。しばし待たれよ。パニックセブンのサイトで調べます。ありますね。全然あります。多分見てる人全員分かってると思うんですけど、ありました。ビタ押しうまいよね。さりげなく決めたよね今ね。遅かった、遅かった。あれ、これってひょっとして一発告知に勝手になっちゃったのかな。俺おしっぱにしてたから。ですよね、ですよね。だってここまでカットイン来ないことないもんね。あ、違う違うわ。何の見せ場もなし。でもいきなり3種ボーナスが来たっていいことですよね。え、合ってるよね。あった、リップ4発だ。暑いぜだって、6回目。ラッキー、あるんだねこんなことが。いやーよかったこれ。10ゲーム一生青春ばっかりだったな。これ勝たなきゃ困るところよ。ダメだやはりダメだ。多分手持ちのコインと合わせたらチャラぐらいまで戻ったんだ。だいぶいい戦いしたろ。今んとこ勝ってます。しかも忍びが開いた今。なんなのこの奇跡。ちなみに移動 OK だそうです。今来ました。忍びが5台あるとこのど真ん中が開くという、結構僕苦手なんですよね真ん中の方。もうちょっと落ち着いて様子見ます。とりあえず今まだほら21枚プラスなんで、こういい戦いできるよ。こういう日は4の1、2の0。ここからにはこぼした。ドカンといくぜ。こぼした。何をこぼしたかは分からん。あれ、これ入ってるよね。平行流だったよね。平行流だったよね。今平行流こぼしだよね。もしこれ平行流だったらさらに3種ボーナス引いたってことになるよね。おお。下黄色
順押し一辺倒で行くしかない。あ、順押し一辺倒で行くしかないっつってびっくりが出たんだから、もうこれは順押しでしょう。うわー、挟み撃ちだった。挟み撃ちなんだ。言霊にやられたよね今ね。呆然自失の図だよね。チェリーで上がった3の1だ。もう引きまくる引きまくる。あ、なんかこぼした。これは何こぼしですか。だって竜はないです。竜があるんですか。竜こぼしですか今の。チェリーですか。あ、これ入ったんじゃない。4コマ滑ったよ。これ入ったよね。入った。何かをこぼしたのか単独か知んないけど、来た。もう分かんないけど、とにかくビッグが広角で入った。狙ってみるもんだよね。おしぼり効果来た。2回目来た。あー、ドキドキした。いやー、これ今週の主役は僕でしょう。僕でしょう。ここで順押しだった。まあ、とりあえず 50% は確定なんで、ループが来た。まだあるまだある。さっき順押しだったからもう順はないんですよ。たまには中とかやってみようかな。お、自力戻し、盛り上がろう。自力戻し成功。理論上ここは一回レーンするはずなんですよ。あ、外れじゃないの。え、今外れでしたよね。おい、おい、来た。さっきの外れで上がってたんですよ。あ、上がるっていうか。あ、入った。多分 生で入りました。ビッグボーナス。いやー、ありがたいっすよ。これ ART 確定だから。あれ、 ART 確定ですよね。この後は違うっけ。これは来たでしょう。これは来たでしょう。これは来た。来た。75以上確定ですよね、多分。
種類でなんか分かるんですよね。僕それ今一応覚えてないんですよね。確定なんじゃないの。噛み合うよね。噛み合うわ。もう行くしかないな。ベッドでドーン。あ、ならねえ。ただしレバーで雷とか敵が、はい、激圧。ほら負けだ。まあまあまあ、ボーナスでも乗るからね。あれ、ちょっと150とか乗ってるよ多分。大変、大健闘。だいぶチェリーが乗らなくなってきたね。まだレバーで継続する可能性は大なので。あー、23G、ものすごいビッグ。132分の1。残念。まあそうそう引かないっすよね、ドン揃いなんて。こう、あのね、これ説明しますと、さっきのドンビッグの前に CZ あったでしょう。あれでもし外れで広角上がってたらナビ来るかもなって思ってたんですよ、もし高設定だったら。俺言ってること合ってるかどうか分かんないけど、まあ何でもいい、ナビが出たから何でもいい。盛り上がりますよ。ああ、いい音だ。大90%以上。面白い。ここまで面白いですか、これ。斜め流ビリー、こっちからの斜め流。おー、これはやばい。来た、これはやばい。来た。これ何、もし揃ったら95%いくよね、これね。
行くよね。うわー残念。うわーダブったダブった。2ゲーム連続赤。これ揃わなかったらもう俺警察電話するよこれ。きた。よし。あ、これロケットってやつ。これ初めてなんで分かんないんですけど、ロケット入った。ロケット入ったら嬉しいの？あー嬉しいんだか悲しいんだか。さっきのゲームで入ってませんでした。なんか龍龍龍っていう形が来ちゃったんですけど。あーロケット75で終わった。しかも7で。いやー今のは痛いな。もう内部で何が起こってんだか、いろんなことがありすぎて分かんないけど、痛いよね。痛いことには間違いないんだよねこれね。ナビ来た。来た。いや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 、絶対に連するから案ずる中で。あ、外れ来た。来たいきなり見せ場、特玉。さっきがドンで失敗だったから2分の1で。あーまた7だった。チャンスでいい。なんでだろうね。まあね、でも 90% ぐらい、いやいや75以上は絶対あるはずなんで。出すよー。パネル消えました。消えた。パネル消えたら75以上。あ、本当に本当に。まあとにかく今日は長いっすよ。間違いなく長い。負けたくない。さあ勝負は第1打目だよ。この第1打目がドバーンじゃなかったらちょっとがっかりです。せーの、ピンチ。あとは引き戻しに期待のみだな。あれあれあれ、これで終わったらシャレなんない。やばい、足組んでた。俺足組んでた。まずい、足組みながら打っちゃダメなんだよ今日。え、嘘でしょ。さっき7揃えたんですよね僕。あ、間違えた。目押しミスっていうか、押しミス。あーまずい。 お茶が落ちてきた。お茶が落ちてきました。やばい。ナビ絶対来るよね。ナビ来るよね。来るよね。来るよね。絶対来る。来るよね。勝負。うわ
始まった瞬間から意気消沈。そりゃないよ、盛り上がろうよ。さあ、マサちゃん娘、力をつけてやる。チャンス目はカウントから除外なのでね、今のところ、正確なチャンス目は2の1で結構、合格は0。おほぉ、超広角に入って1ゲーム目のレバーオンで障子が閉まって大カモンアタックが出た。つまりこれはチャンス目であり、それすなわち月光の時、月光の時、なんていうのこの、あー気持ちいい。なんとこれがおひょー、隣開きましたよとね。勝負で、ああもうこの人にダメなんだよね。コレキオのメール、開きましたよっていうのが、これを返します。あ、大花火のリーチ目、イエイ。斜め竜からの赤七は関係ないよね。斜め山赤七じゃん。やっぱ設定差のあるやつだ。よし、3回目だ。っていうかいい加減覚えろっつうのね。もう油断してましたよね今ね。いやー、よし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 、あ、オレンジってチャンスだよね。さっき来た、あれ
だったよね。あ、来た、ほらほらほら、おー、よかったよかったよ。盛り上がろう盛り上がろうよ、マジで盛り上がろう。とりあえずトリプルぐらい来てほしい。半はやめて、半はやめて、マジ。ああできたらすごいね。ロークが一番ですか。さあ、まだ何もわからないからね。こっからようやく設定を探しに行く旅が始まるわけですよ。聞いたよ、キック中の今日チャンス目、カエル乗りますからね。最後まであれだな、設定はわからないいいんじゃないですか。それで楽しくはいいんです。よろしい、サンセットのね、サンセットが壁なんだよね。ここを越えてほしい。行け。あ、あるか。やった。やりましたよ。これは終わったと見せかけての4セット目です。5セット、1回の初当たりに対して最大で6セットまでしか当たりませんから、次継続してたらもうその後は何をどう引いてもまだまだとかならないわけですね。初当たりをもう1個貯めてれば終わった後にもう1回それが出てくる。今期待するのは終わった後、このまだお兄ちゃんが燃えてる間が2分の1ぐらいでその超合格にいる可能性があるのかな。でそれと、さっきの ART の引き戻しが設定によってまあ4分の1から3分の1ぐらい結構引き戻す。さらには、ビッグ中に引いた細かいただのチャンス目がもしかして当たってるかもみたいな。
まで超えるのは最初が1500ぐらいで次が2000で3回目です。こんなの初めてだよ。1回だけ一撃4000っていうのがあるんだけどね。今自分で何言ってるか分かんない。なんかもうやめようかな。僕は今広角でレグを引いたんで 100% やめませんよ。出るのここに出げ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 。まだ頑張れってことみたい。さあここで行くほら。ここでちょっと一回ストーリービッグにしてみます。そうだよね、一回ぐらいやってみなきゃ。俺やったことないからね。もう出てるけどどうなの？老子が出ればいいってこれもう出てるよね。関係ない？俺もう全然どうでもいいこと言ってる今。これは何？今のは。あ、これは？これは何？テロップで出しといてください。これが確定なのか、この仮面を取ればいいのかがよくわかんない。ああ、連チャン中だもんね。連チャン中。さっきの老子って何だったんですかね。普通に出るのかな。涙出てきた。ストーリービックってよ。ビッグボーナス。好きなビッグを選ぶな。なんでストーリービックから始まったの今。いつもこっちだったよね。痛え。超痛いんですけど。答えはこのまんまよ。知らないよ、舞台も何ももうこれ。老子出ないじゃん。老子で、痛い。あれ？まあ、ビリーが乗ればチャンスとかあるんですかね。わかんない。まあいいや。まあまあ、よかった。間に合わない。これはいいね。あ、吉永さん、中か左か右かどっち？どっち言って。右。待ってますよ、ちょっとだけ。なんだよ。何よ。なんであいつプレッシャーかけに来るのかね。本当敵か味方か分かんないんですよね。頑張りましたね。まさか。お互い。いや、というか意外と早くやめましたね。まあ、最後総投資が18,000、うん、プラスの2950何枚。あ、プラスでもやっぱちゃんと端数までは覚えられないんだ。
覚えらんないです。前回マイナスだから適当になんかごちゃごちゃ言ってたけど、いやいや、プラスでもやっぱ適当なんだ。1784枚プラス。すげえ。本当にそう思ってる。うん、ありがとう。11しか使ってないんですよ。はい。11の2300枚ちょいなんで、2334枚。ごめんごめん。ちょっと聞いて。1枚一斉使って、お前の方が適当だろう。で、出玉が2300枚ちょいなのに。まあ、存分に我々のスロ力を見せつけたということで、下見とかも大していらねえし、あの大の知識もいい加減でも勝てるし、ちょこちょこっとなんか運さえあれば結構楽しいんだっていう。最初のうちはだから なんかこの人たち何なのっていうのを、もうやめたいの、やめたいのっつってさ、来週も頑張るぞ、おうっつって。あ、じゃあそれやってくださいよ。来週も見てください。さよなら。いいの本当に。うん、これでいい。お疲れした。まっじゃあね。どこか帰る。